橋本千代さんが、認知症の研修4日間コースに行ってきたんで報告をします。はい、いいですか。はい、はい、じゃあ始めます。11月の24日から27日まで4日間認知症介護実践研修をしてきました。で、4日間をこの1枚にまとめるのとても字が小さいんですが勘弁してください。4日間なんで何せ。1日目ですが、1日目は、石井紀正君の、一番最初が、研修の目標と修了者の役割実践報告があり、チーフのマッピングがありました。で、来年は橋本さんが石井さんのところに来るんよ。え、マジですか。うん。1日目のその後の講義ですが、認知症高齢者および家族の理解と人権について、で、妻井さんのお話がありまして、その中から認知症の患者さんの言葉からっていうのがあって、ここですが、私たちには時間処理の感覚がないので、過去も未来もなく今という現実の中に生きている、で、そういう中で生きているので、ちょっと待ってや後でと言われるとパニックになってしまいますというふうな言葉がありまして、よく言っているなと思って反省しました。あと人権についてですが、認知症に侵されていても人間はやめているわけではなく、かけがえのない人生の先輩であることを忘れず、その人らしい人生の終わりを保証しなければならないというお話がありました。で、1日目の次の講義で、認知症の、医学的理解、心理的理解で、川大の先生、砂田先生が来られてお話しされました。で、認知症とはとかアルツハイマー病とはっていうお話がありました。で、でその中で話があった、一番出現が多い物取られ妄想のお話で、女性の方はお金に執着して、男性の方は奥さんに執着することが多いそうです。で、男性の認知症患者さんで、奥さんが買い物から帰ってきた時に、浮気してるんじゃないかと、刺し殺してしまったという事件が実際にあったりとかしたぐらいで、かなりやっぱ奥さんに執着が強いというお話もありました。2日目に入って、認知症介護の理念と基礎です。で、この中でお話があったのは、言葉には幅があって人によって受け止め方が違うことがあるので、認知症の方は言葉がうまく使えないため、言葉だけに頼らず表情や行動を観察して、コミュニケーションを図ってあげてください。で、その後に、認知症の人にも心があることを忘れないで、心に気づき触れることが大切であるというお話がありました。で、この講義のところで、紐解きシートっていうのと事例ワークシートの活用法を、説明がありました。で、紐解きシートの Q シートっていうのが似たような感じなんですが、その次の授業で、生活の捉え方っていうところで Q シートの活用方法がありました。この紐解きシート Q シートっていうのは、Q 分割にマスがあって、その中に真ん中に題材を入れて、そこからこう考え出されることをどん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 内容を広げていくっていう風な活用方法なんですけど、そういうような活用方法の説明がありました。で、その中でお話があったのが、生活の捉え方ということで、 QOL を確保するため、認知症の方は環境に適応しにくいため、その人の生活や時代背景を知ることが大切であると。で、時代背景を知って、その人のリカバリー回復力とストレングス強みを発見し、で、その人らしい生活が送れるように支援してあげてくださいというお話がありました。で、その次の時間で、生活の質とリスクマネジメントで、リスクを最小限に食い止めるため、のことで、事故を恐れずに利用者を理解することが先決である。予防の視点、介護技術知識などの質の向上、コミュニケーション技術の向上、分析力と対応、組織としての取り組みと共通理解を、することによって最小限に食い止めることができますというお話がありました。で、3日目、丸1日かけて、アセスメントケアプランモニタリングの基本視点についてお話がありました。で、ここではいつも言っているアセスメントの重要性、やことが話があって、で、ケアプランの作成について、プログラムをその人に当てはめる、プログラムにその人を当てはめるのではなくって、その人に合わせたプログラムを作成するということが重要であるというお話、あとはモニタリングをするために、やはり具体的な記録が、うちでも記録がどうしても薄いということでお話がよくあるんですが、やはり記録を具体的にすることによって、モニタリングするところに役立つということで、具体的な記録を書けるようにしてくださいというお話がありました。で、この講義3日目の午後から、架空の人物、岡山美也さんっていう架空の人物を設定して、その中で、講師の先生がその岡山美也さんになって、で、岡山美也さんの家族が
この人あのうちのおばあさんはこういうことでああいうことをしてっていうような話をバーッとしているところからアセスメントを取って、そこからあのケアプランを作成するっていうような演習を行いました。で4日目に入って、高齢者の虐待防止と成年後見制度についてのお話がありました。まあ、これは法令だったりとかあの制度の説明があっただけでした。で、その次が高齢者の消費者被害の防止についてで、インターネット被害がまあ多いんですが、その次に老人あの高齢者の被害者があの多くなっていると。で、まあ、寂しさなどから被害が増えているので、どうしてもあのフラッと来てくれたあの営業マンのお兄さんと話し込んで布団を買ってしまったりとか、あの床下の工事を依頼してしまったりとかっていうようなことであの被害が増えているということです。で、まあ、こういうふうなことも地域全体でヘルパーさんだったりとか近所の人とかがあの注意して見てあげて、あの取り組んで防止や早期発見していくことが大切であるというお話がありました。で4日目の最後、バリデーションについてのお話がありまして、認知症の方とコミュニケーションを行うためのセラピーの一つで、尊敬と共感を持って関わることが基本です。で基本態度は誠実に敬意を持って接する、自分のことは脇に置く、あるがままを受け入れる、共感するということです。でバリデーションのゴールは相手の思いを外に出すこと、感情や欲求を外に出してあげるということがただそれだけですというお話でした。まあ、バリデーションの講義を聞いて、やっぱ認知症の方のコミュニケーションの方法というのがあの少し考え方が変わりました。まあ、でもその帰ってあの実践しようと思うんですが、なかなか難しいです。やっぱし忙しさもあって、うん、なかなか実践することは難しいです、うん、はい、以上です。はい、質問ありますか。質問ない、私常々疑問を持ったんですけども、はい、あの M さんとかやっぱりちょっとこう混乱すると裸になるじゃない。はいね、まあ、ばあさんで裸になる人もおる、じいさんが多いよな。あの K さんはよく裸になります。ああ、ほんと、あの石井さんと K さんは、ああやっぱり女の人でもある、あの脱ぎたがるというのはなんでやろうかなという。 M さんはお風呂に入るそうです。あ、お風呂に入る、お風呂に入りたいわけでもなくても、うん、あの脱ぎますけど、うん、でもお風呂多いですね。お風呂毎日お風呂入るようにしてるんですけど、ああそれでもお風呂入った直後にこの間脱ぎました。ああ、そうな、よくわかります。脱ぎたがるというのはよくわからないけどね。どうですか、作業療法士の片山さん。なんで脱ぎたがるんだろう。お風呂もあると思うし、まあ、その短期記憶が起きてるから、やっぱりお風呂入ってることも忘れてるっていうのもある。ああ、なんかお風呂という目的を持って脱ぐのか、なんかこうストレスを発散させるために脱ぐのか。私あのストリーキングで脱いで走る人がおるじゃない、あれと似てるんじゃないかなと思うんですけどね。どうですか、ストリーキングに詳しい江口さん。ストリーキング、うん、パーッと脱いで走り出す人がおるが、都会を、はい、あの気分じゃないかなと思うんですけど、どうですか。昨日は物着を履いてないから、うん、で、こっちから自分で脱いで、ああそうな、目的がやっぱあるんかな、脱ぐにはそれなりにな、ああ自分のこだわりがある。紙パンツは気持ちが悪いから脱ぐとか。ああ、わかりました、また教えてください。